皆さんこんにちは、あぜんちゃんです。ということで今回は守備壊滅オーダーでリアタイやっていきたいなと思います。まあ、この動画を通してね、伝えたいことは、まあ、リアタイにおける守備の重要さ、これを伝えたくてね、もうあえてこういうオーダーを組んでいます。プロスペース、操作できることが限られています。バッティングとピッチング、まあ、基本リアタイのうまさってね、もう9割型バッティングなんですけど、その中でね、特に守備、まあ、守備も走塁もなんですけど、操作できないんですよ。もう AI 任せになるんで、ここの守備の能力って本当に重要です。もう自分で操作できないから。なんでまあちょっと今回はやばいことにはなりそうなんですけど、まあこれはちょっとやったことないね。できればねオール F とかで組みたかったけど、オール F は難しいね。 F はなかなかいなかったです。まあ、これでもね十分な、まあ、ある意味破壊力があると思うんで、やっていきましょう。まあ、ただやるだけだとね多分ストレスのかかるオーダーなんで、今回はアイテムを一つね、用意しています。ターレスネクストという次世代の電子タバコ、まあ、最近話題の持ち運び C 社、こちらを使っていきます。こちらですね、普通のタバコとは違って、有害物質は含まれていません。ニコチン、タールなど、もう味と煙を楽しむ、新感覚の、リラックスアイテムとなっています。まあ、これのいいところはですね、場所を選ばない、匂いがつかないんで、もういつでもどこでも、車の中でも、部屋の中でも吸えます。で、一番手頃なのが、まあ、今回ね、ゲーム中に使っていくんですけど、取り外し、こうしてキャップを外すだけで、すぐ吸えます。まあ、今吸ってるのはねエナジードリンクの、フレーバーなんですけど、他にもですねめちゃめちゃ種類がありまして、こんな感じでたくさんあります。もうカートリッジを切り替えるだけなんで、すぐ吸えますし、個人的にはやっぱりねこのエナジードリンクおすすめ。エナジードリンクね、結構飲む方いると思うんですけど、めっちゃ美味しいこれ。まあ、これを使ってリラックスしながらこの納金オーダーでやっていきましょう。さあ、しかもですね、今回、視聴者限定の、割引クーポン配布しています。概要欄から Amazon でねお得に使えるクーポン、配布しているので、そちらもぜひチェックしてください。ということでやっぱりやばいね。あの外国人オーダーですらやばかったのに、それ以上にやばいからねっていう。で、個人的にね本当にちょっと、まあ、査定的にも、問題があるなって思うのが、まあ、ナビ量、セカンドメインの40の E、 多分メインポジションの適正40って一番低いんじゃないかなっていう査定を食らっていて、他ポジションも40の E なんですよ。いないよこんな選手っていう。これがね個人的には一番すごい査定じゃないかなと守備的には思ってます。まあ、確かにその年ねめっちゃ UZR とか低かったんですけど、にしても40の E はねやりすぎだと思う。それくらいひどい。まあ、あと普通に打たれるっていうね。さあ、早速ノーアウト1、2塁のピンチを招いて、ゲッツー欲しいけど取れるかっていう。いやーきついな初回から。ただね今回のバッティングには振ってるんで、打つ方はマジで問題ない。うわ落ちるやろこれ。しかもこれで変えられる。やばいやばい、1点取られた。 OK、 リラックスリラックス。特に外野がやばいんですよね。さすがにこれは取れるね。まあ吉田選手ね、まあいいですけど、まあ走力とか裏捨て含めてそこまで悪くはない。ただ問題両翼、カブレラブーマーっていうとんでもない、両翼を抱えているんでセンターの負担やばいっていう。ただその感じのセンターでさえちょっとねっていう。しかもなんか普通に打たれてんだよなボール球。2点目取られたし、ちょっと待って。ノリさん裏捨ては高いから、まあまあまあそれくらいはね取ってもらわないと。ノリさん連続よし。今のでも今日ギリだな。やっぱ1本目が遅いんですよね適正低い選手って。まあまあまあ3点か。まあ打力はいいんでね、ちょっと返していきましょう。さあ1番カブレラ、相手が藤井さんね。やばいやばい、ちょっと待って、カブレラで打てなさすぎる俺。いやこれちょっと待って、わざとやってると思われない？これ本気でやってんだけど、ちょっと待って。案件だからめちゃめちゃお前わざとアウトになってんだろって思われるの嫌だな。ちょっと待って、普通に打ててないのがマジで悔しいし、なんかさやめてよ。ただでさえ守備ひどいのにボール球ヒット打つの。
やっとこれはね落ちてほしくない。わあ、さすがに追いつくね。まあまあまあ、あのくらいは、あのくらい落ちたらもう守備 G。 さすがにね G はもう動かないんで。うん、伸びる、取れるじゃん、全然取れるじゃん。まあ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 、まあまあ、この中でもノリさん一番安心できるね、裏捨て高いから。さあちょっとマジで初回ひどかったんで普通に勝ちましょう。ロケ完璧、よし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 。まあ1本出たらねもうこっから始まりますんで、よし。まあまああと2点なんで。さあ、いや普通に打線強いね、まあ、いいよね。やっぱ守備低い分打力っていう、そのなんか脳筋っぷりがいい。なんか守備も打撃もダメだとちょっとあれだけど、うわウィリアムス来たし、マジで一番今当たりたくない。打ちずれこれ、よしよし、しっかり追いつきます、しっかり追いつきますんで。さああと1点決めましょう。ヒット、よし、取るんそれマジ。オッケー、危ねえ本当に負けたかと思った。さあなんとか勝ち切って2試合目、まあ、言うほど1試合目ね守備崩壊しなかったね。まあまあまあ、今のはね誰でも抜けるわ。いやうまいな、普通に打たれてる。なんかさっきもそうだけどね、最初の 1,2 番普通に打たれてんだよね。どうしよっかな、長径、まあ藤波さんの配球でいきます。もう普通にゴロ打たせる。よし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 、今のアウトにできないか今のダメか。あこれ全然抜けてるね、まずいな。ちょっと待って、本当にいやこれきついよ、やっぱ今のでゲッツー取れないんだもん。あのさっきのノリさん追いつけないか、厳しいか。うまいな、普通に、あの普通に相手がうまいっていうのもあるし、打たれすぎてますね、ちょっとね、きついね。本当は2アウトなんだけどな。うまい、普通に、ちょっと海洋さすがに打たれすぎ。さあ藤川さんもピッチャーは強強なんで、超ライドラ全部出る。いやなんかゴロを打たせて希望がないのがね。あーミスった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 、危ねえ、助かった。うまい、普通に普通に普通に打たれてる。よし取ってよ取ってよ取ってよ、よしよしよし、危ねえ、強制ギリ耐えた。さあ一旦リラックスして点差のことは考えずに、まあ、ゆっくり打っていきましょう。オーケー、ラッキー、引っ張り切り替えだった、見てなかった、たまたま。ちょっと本当に違うんだって、ね、違うんだってマジで違うんだって。あーもったいねえ、さっき見送ればファーボールだったんですよ。てかスリーボールからボール球投げてくると思わんやん、決め打ちしちゃった。およしよしよし、とりあえずね、ここでやるべきことはもう2アウトなんで、まあノリさんだし、コールド回避、ホームランでコールド回避。 OK 満塁、うーんもったいねえ、リーのゲッツ。3ボール、さっきねここからボール球投げてきたんで冷静に。あーなんでホームランできないのまあ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 、もったいな、追いつけたやん今。よし次は追いついた、追いついてはない追いついてはない、ただ5点取ったぞ。落ちて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 、いやーうちのオーダーだったらヒット。まあまあ結構耐えたんじゃない、あの絶望のツーアウトランナーなしから。いやこれ勝てるぞ、ここ抑えたら。まあピッチャーはちゃんとねフル稼働で出していくんで、もう守備の守備が足引っ張らなければ。いや藤川さんも自分でどうする、うわー無理か。いやしかもこれツーベースかよライト追いついてって無理よな、せっかく必死こいて2点差にしたのに、あっという間に3点差。あー OKOKOK、正面正面はもちろん取れます、エラーさえなければ。うまっ、いや普通にうまいよね、こっちの守備崩壊も多少なりともあるけど、
どっちかっていうと普通に打たれてる。やべえ、めっちゃピッチャー使ってる。清水さん、あ、なんか一個一個のゴロですら怖いわ。今のもなんかちょっと動き怪しかったよね。5点差か。伸びろ、 OK。 めっちゃ点取られたな。伸びろ、もう俺ガブレラで打てなさすぎないか本当に。え、なんでこんな打てないの。いいアベレージヒッター、いい打ち方じゃない今の。結構難しいよ。さあ4点差、いや、いけそうな気がしてきた。スタミナ切れてた、くそ。ということでもうシンプルに打ち負けましたね。あまり守備関係ない気がする。ということで、まあプロスペースね、リアタイ楽しいですけど、まあ結構真剣にやってればね、イライラすることもあるので、ぜひ購入してみてください。